大阪府における選挙での敗北が続く中、自民党は大阪府連をサポートする組織を党本部に作り、今後大阪府連と協力して立て直しを図っていくことを確認しました。一人一人がやっぱり血の滲むような努力をしてね、有権者の皆さんの信頼を得ていくのは私一人ではできませんので、所属議員全員がね、意識を変えてもらって頑張るしかない。自民党は大阪府で衆議院選挙をはじめ、知事選挙など統一地方選挙でも大敗していることを受け、茂木幹事長ら幹部が大阪府連の宗清会長らと対応を協議しました。大阪府連側は手薄となっている事務局の人数を増やすことや金銭面での協力などを求めたということです。党本部としては大阪府連の抜本的な立て直しに向けた組織を作ることで、今後党本部が主導して組織運営や選挙対策などを行っていく考えです。